はい、マイナンバー関連のですね、いろいろな書籍が発行されてますけれども、一つこういった本もあります。日本法令のさんから出されてます。特定個人情報ガイドラインに基づく、特定個人情報ガイドラインに基づくマイナンバー制度、法的リスク対策と特定個人情報取扱規定ということで、弁護士の先生がね、書かれている本ですね。すべての民間事業者に求められるマイナンバーの具体的な運用や安全管理体制の整備について詳細かつ具体的に解説と書かれています。で、2015年秋までに対応が求められる事項のチェックリストや安全管理措置の基本方針、特定個人情報のモデル取扱規定、委託契約書のひな型等も網羅ということでね、記載がされています。まあ、大変分かりやすくて、参考になる本ですので、読み返しております。